道雲寺は宮城県仙台市泉区にある総統州の寺院。三号は龍門山。本尊は釈迦如来。砂山寺とも称される。南北朝時代の1338年名宝祖、明の解散により創建されたと伝えられる。その後衰退して荒廃していたのを国武士の援助により復興された。現存する正度制の金には欧州宮城軍。 大菅谷保田貴門山道雲前寺,寺城十大区、後継法騎手衆議栄章十五、実る土の江戸ら中旅城館三日とあり、栄章十五年の中蔵と知れる。戦国時代に陛下にあって、道儀を消失したが、江戸時代に入り再興され、仙台藩第五代藩主伊達吉村から寺領を寄進、されるとともに、多くの松字を有した。1943年、仙台鉄道の廃園から、 山火事が発生し、当時の建物もすべて消失した。その後、総コンクリート作りで再建された。2011年内陸地であるため津波の被害には合わなかったが、コンクリートで作られた柱が破壊されたため、解体され、さらちとなった。2017年5月9日本土及び、三門の落形式が取り行われた時報として、大蛇の遺物と伝えられるものがある。 調査の結果、な化石となった様々な古生物で、蛇体石は三畳紀のアンモナイト、オロチの鱗はペルム紀の蛇体産後、オロチの牙は第三期中心魚のカルカロドンの歯で、オロチの骨は同じく中心魚のクジラの骨ではないかということが判明した。ありがとうございます。